回か、はい、続けてるうちに、ええ、まあ分数もさることながらもう2分にほぼ近く、はい、早くなったんだ、早くなります、はい、ます。でさらに噛まなくなったんです、ね、おお素晴らしい、はい、でなんでかっていうとやっぱりゆっくりまず初めの3分かかった時ってやっぱりね、はい、ちょっとまあ噛まないように噛まないように考えてそれで噛むんですけど余裕ないんだ、まあ、余裕ないんですよまあゆっくりまず読んでみたりとかそういうのはあったんですけど、はい、でまあ2分ぐらいにこう何回もやっぱり繰り返しやらなきゃいけないんです、うん、繰り返しっていうのはすごく大事 で、はい、でそこでこう慣れてくると、はい、今度はこの物語 の、 あの大事な部分ですね、おそこにやっぱアクセントをつけて、はい、ちょっと感情移入をと、お感情を込めて言う、はい、感情移入して感情を込めて読んでみようっていうふうに読んでみると、はい、でそういうことを繰り返し繰り返しやっていくうちに番組でですね、はい、おものすごくですねもうカミカミで何喋ってるかわからないっていうこの僕が結構饒舌にスラスラとスラスラと喋れるようになりまして、すごいですね、はい、効果絶大、効果絶大です、はい、